皆さんどうも、蒼井翔太です。この度5月18日に蒼井翔太初のベストアルバムがリリースされます。はい、タイトルは S。 この S にした理由はですね、翔太の S、 そしてスタートの S。 はい、ここの、ここからまた新たなスタートなんだっていう、意味も込めて S にしました。今までの A 面曲がたくさん集って、そしてそれにプラス新曲2曲、そしてカバー曲1曲含めた、盛りだくさんな1枚になっておりますよ。新曲2曲はですね、 S という曲とスタートという曲があります。スタートはですね、まだまだ、これからもっともっとみんなをね、いろんなところに連れていくから、みんな俺についてこいよ的な、ちょっとあの S 気のあるロックな感じになっていますし、スタートは、自分に対しての応援歌だったり、みんなと一緒にずっとこれからも一緒に行くために、こう一緒に頑張っていこうっていうような応援歌のような明るい曲になっております。そしてカバー曲は、佐藤ひろみさんの楽曲でございますね。ブリリアントに月影を、こちらは、僕が出演させてもらった舞台の、いろんなね、歌わせてもらった一曲の中にもありますが、とても僕の大好きな曲でして、今回はフルで収録させていただきました。なので、いろんな思い出が詰まった曲たちが入っていますので、ぜひ皆さん、発売までね、もう少しなので、お手に取ってもらって、毎日聴いてもらって、お仕事や、学校でお出かけする際に聴いてもらう、そしていいサプリメント、これもまた S ですね、サプリメントになっていただければいいなって思っております。はい、ということで、これからもどん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 蒼井翔太突っ走っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。さあ、これからも頑張っていきますよ。 S よろしくお願いします。またねー。